嬉しいのか悲しいのか、見えないものを見たことのない僕にはわかりません。夏になったらお呼ばれしてお座敷に上がるのでしょうか。これは人に聞いた話です。僕の話じゃありません。古い旅館で眠っていたら噂に聞いた悲しばり、目を開けたらたくさんの顔にしげしげと見つめられてました。これも人に聞いた話です。僕の話じゃありません。古いアルバムを見ていたら噂に聞いた心霊写真、夜の海にたくさんの手が誘うように浮かんでいました。ほらそこにも一人だけですわ。ずぶ濡れの浴衣を着て座っているのがわかりますか。僕にはわかりません。さっき誰かがそこにいるってひそひそと話してました。見えないものが見えるなんて嬉しいのか悲しいのか、見えないものを見たことのない僕にはわかりません。見えないものが見えなくても塩はまかなきゃなりません。合唱。